末ス,スマート IC 上りセンスへパーキングエリアは、福岡県かす郡末町旅市の九州自動車道場にあるパーキングエリア。かつて上下線ともに売店、スナックコーナーが設けられていたが、文字方面は2006年3月31日に、鹿児島方面は2006年8月31日に営業を終了して閉鎖された。 売店閉鎖中は自動販売機のみの営業となっていたが、2006年12月10日にファミリーマートが開業。開業と時を同じくして自動販売機を撤去した。また、接続する末町道を経て、末町及びカスヤ群一体へのアクセスを図るため、スマートインターチェンジの社会実験を行っていたが、2006年10月1日より本格運用が開始された。 なお、このスマートインターは、福岡空港国内線ターミナル方面への利便性も高い。また、このスマートインターは、全長6.0メートル以上の車、大型車、特大車、中型車は利用できない。下り線制スマート IC 下り線かつては、西鉄高速バスの北九州久留米間の高速バスが停車していたが、2016年3月25日、限りで、 道路線が廃止されたため、現在では、到底流所に停車する路線はない。バス事業者は、高速スエという故障を使用していた、スエスマートインターチェンジに関するカテゴリー。ありがとうございます。